りました、ゆうきの解説ルッチ。三菱重工浦和レッズレディースの水谷ゆうきです。今回はゲストにお越しいただいています。この方です、どうぞ。お願いします。19番塩越柚穂です。お願いします。ということで、今回はリーグカップの大宮アルディージャ戦の2得点目の、素晴らしいロングシュートを本人に解説してもらいたいと思います。じゃあそれでは早速いきましょう。せーの、やるぞやるぞやるぞ。いいかな、もう一回撮っといていい？いや、okay. せーの、やるぞやるぞやるぞ。こちらの映像をご覧ください、どうぞ。まず相手がもう5バックにしてゴール前固める守備に切り替えてきてて、この2分前ぐらいに光さんが点取ったと思うんですけど、その段階でももう相手がゴール前固めようみたいな指示というか戦術に変わってるのは自分でも分かってたから、自分の前にすごいスペースがあるなっていうのも分かってて、これで花さんからこういうパスが来た時にこうバックステップ踏みながら、この光さんがフリーっていうのは自分の中で分かってて、で相手が寄せてきたら光さんも出せる、花さんに返せるっていう選択肢は持ってたんですけど、相手がここで自分に寄せてくるっていうより自分の正面に入ってくる守備したんで、ファーストタッチで相手をこう剥がすってところはイメージ通りで、こう一個持ち出すってところまで結構自分の中では結構なこうイメージ通りの流れではありました。これで、ファーストタッチとこの持ち出しのコントロールが決まって、ゴールの右側が結構自分の真正面だったんですよ。だから、右側に打とうっていうのは決めてはいて、正面に打ち込もうっていうのはイメージではあって、で、あとはボールのインパクトの部分とっていうのは意識したら、すごいいい感じにミートしてくれて、ちょっとブレながらコースもすごいいいとこ入ってくれて、多分キーパーもブレたから取りづらかったかなみたいな感じですね。ありがとうございます。質問していい？はい。さ、この一連の流れでさ、いつシュートを打とうと思ったの？最初の花さんの横パスの時にはさ、打とうと思ってた？いや、まだ打とうとは思ってないかな。ヒカルさんに出すか、花さんに出すかっていう選択肢の中で、ファーストタッチが決まって。でもこの左足のファーストタッチのタイミングでは結構狙ってたっていうか、打てるかなとは思ってました。軌道、ボールのさ、シュートの軌道としてはイメージ通り。ブレた、結果ブレたけど。いや、ブレまでは意識はしてないけど、でも結構得意かもしれない。このインパクトの部分意識した、して、結構正面にこう足入れると、ああいう軌道のブレ玉蹴れるから、ブレ玉を打とうとは思ってないけど、なんだろう。大体この辺に打とうみたいな。この辺に強いボールを打とうみたいな。あとは枠に収めようは意識して。たら、すごいいいとこ行ってっていう感じです。 OK、ね、最後にもう一度、どうぞ。はい、こんな感じでゴールシーンの柚穂の頭の中を解説してもらいました。選手がどこまで認知しているかっていうのは私自身もわからない部分なので、今回はとても面白かったです。今日はどうもありがとう。ありがとうございます。
何か視聴者へメッセージあればお願いします。まあ、今シーズンボランチやることも多いんで、ああいうゴールシーンをどんどん増やせるように頑張ります。また見てくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。では、今回は以上になります。バイバーイ。